13人目の日本人の餌食は久保優太だ。ゲオフェアテックス。まさに進化の問われる一戦です。久保優太勝ってってほしいですね。テクニックでも対抗してほしいですね、はい、さあ極上の一戦が始まる。いきなり入った。近い距離ですね。いきなりさあ久保もこれ身長差もありますからね。遠い前での攻撃もある。リードのジャブ、右のミドル、お変則的な縦蹴りも見せた。うわすごい、やっぱこの出入りいいと思いますよ。笑ってる久保。やっぱり久保選手は止まってやってたんじゃ、ゲオのテクニックに捕まりますね、うわローキックだゲオ。中村さん、はい、久保選手は対ムエタイの選手っていうのはどうですか。どうするの、このルールで一度戦ったことは多分あるとは思うんですけど、まあ、あまり多分対戦じゃないと思いますね。そうですね。あ左にねじ込むような右久保。久保選手いいですよ。いいですね、この戦い方いいです、いいです。まあ、多分まあ久保選手こうこのパワーさというか生かしどんどんパンチで出てくるんじゃないですかね。蹴りはあまり使わない。関根さん、はい、いいですね久保が。いいですね、変則蹴り、タイにはない蹴りですよね。なるほどなるほど、空手からの流れですもんね、あとやっぱりパワーで圧倒しね、していけそうですよ ね、 そうですね。体が二回りくらい、久保選手の方が大きいですもんね。関根さん本当にそういう意味ではこう久保ってしたたかさもありますもんね、はい、スピードがあってうまいですからね、やっぱりこう出入りプレッシャーをかけながらやってるとあのゲオのハイキックがなかなか出せないですもんね。そうか、なるほど、体勢にさせない。しかし右が来たか、止まってるとハイキック飛んできますからね、ちょっとゲオの顔も変わったように見えます。ゲオの右の方が少し枯れているか。カウンタークロス、今クロスカウンター左に見えました。左ここへ行った。左の前これ5の線で、いや今久保押してますよ。押してますね、うわーガードガードしてる。リーチさもあります。なんかゲオがちっちゃく見えません。そうなんですよ、そうなんですよね。久保の攻撃、さあここはまた距離を取ります。追っていく久保、レイ。まあ、1回戦山崎選手を下しましたが、身長は山崎選手が一番高い177、まあ、相田選手と同じですね。これ多分ゲーをほとんど限定してないと思うんですよ。そうですね、1試合終わって結構体重落ちてるんじゃないですか。ああなるほど、それもありますね、あると思いますよ。で余計体格差が出てきますね。まずはこれって1回戦から準決の間とか何か食事取ったりとかってのするんですか。軽く しますね、はい、消化のいいもの。そうですね、右すぐ追っていく。今度はゲオ出血あります、鼻血。ポカリセットとかああいうスポーツドリンクがいいんですよ、すぐエネルギーに変わるんで。ははは、あのゼリーのものだったりとか。ゼリーはなかなか吸収に時間がかかるんで。あそうですか、ドリンクなんですね。ドリンク、まあ、その次のバナナとか。バナナでもやっぱ30分間全く出せてないですよね。もういいとこ全部消してますよ。なるほど、ね、さあラウンド2、第2ラウンド始まりました。3分3ラウンドです。この準決勝までは1ラウンド中2度ダウンで KOTKO 負けとなります。決勝戦は1ラウンド中3ダウン。うわークロスを出してきたが、一瞬の組み合う展開もちょっとご注目。ゲオがねちょっとパンチをね多めに出してくるようになったんですよ。はは、おお一瞬キャッチ左、これ抱え蹴りを抱えるのは認められません。でも関根さん、はい、これムエタイは強い、それ得意ですよね。ムエタイはこれうまいんですよね。ついやっちゃうんでしょうね、うん、やらざるを得ない戦いを久保が挑んでいます。ボディストレートゲオ。これでも正人さん、ゲオはどう考えてるんでしょうね。うん、ゲオはいやちょっとやりにくいぞってか、うん、果たしてゲオはどこで上回ろうとしているか。左右ブンブン振った、見えているパンチは。ゲオスピードもないような気がしますね。
逆にあの久保選手どんどん体切れてますよね。おそうですか、うん、インドを放っていったゲイを右のフック、久保がすぐ右返す、近い前です、リング中央、お互いサウスポー。中村さん、はい、でもあの悪い意味での経験がないからとか少ないからっていうそういう気はもう全くないですね。そうですね、はい、逆にこう持ってきてるんじゃないですかね、うん、まあ、でもゲイオも結構なんかパンチ勝負で行くんじゃないですか。お、うん、そう、中村さん、ゲイオってパンチが強打てるんですよね、対人ですけど、ムイタイですけど、距離近い、ちょっとでもゲイオも疲れたか、左ゴー、あー、効いた、いや、手数多い、久保左入れた、スウェイはしますが前蹴りも使う、見事、久保、関根さん、手出なくなってますか、ゲイオ。そうですね、左だ、おお、これは決勝か、これは無理だろう、強いな、ムエタイ最強伝説はなおも続く、13人目の餌食、自分はパンチ浴びないんですよね、ゲオは。これがうまいんですよね、やっぱりさすがですわ。そうですね、いや、ここであのパンチを出せるのはやっぱり実力ですよ、はい、さあこれで決勝戦のカードが決まりました。ソーダ・ヤスオミ対ゲオ・ヘアテックス、まあ、それに向けてまずは一言で。